どうも。うわあ、今トレジャークルーズのね、ガチャゲンキャラをめちゃくちゃ進化させるっていうやつやってるんですけど、今黒いやつ出たんですけどね、あの今虹ペンギン、虹デカペンギン的なやつをね、捉えようとしてるんですよ、ビーチで。多分効率悪いんだろうけど、俺これしか知らないからさ。ああ、違う違う、今なんか、あ、でもやっぱさっきみたいになんかね、エネル一人だけでね、行かせてるよりは絶対いいわ。明らかに出た。まあそれは単に運の問題だけど、なんか、バレットパーティーでね、今行ってます。俺が唯一手に入れたこの強いキャラ。っていうのもそうです。そこそこキャラはいますけど、無課金でバレット手に入ったって自慢じゃないけど、自慢だったらもっと動画で言ってるしね。いや、嬉しかったな。俺バレットマジで好きなキャラなんですよ。俺映画の中で一番好きかもしれない。士気を抑えて好き。あ、くそもう。うぜぇ。他のことやりたいけどさ、もう別にスマホ2台ないとダメだよな。つらい。なんでこんなゴミみたいなやつや付き合わせなきゃいけないんだ。ってことで折れました、もう俺は。俺は折れた。変なダジャレ言うくらいもう俺は疲弊してるので、アイテムと交換で、虹ペンギンと交換します。これね、一番やっちゃいけない。俺はもう無理。バカみたいにスタミナ使って、そんな頭悪いことしません。俺は金持ちの交換をします。うわ、6万ポイントくらいあったのに、ちょうど6万ポイントとまあ数百あって、まあ今よくわかんないキャラをね、進化させている途中です。まあ、修行ポイントもめちゃくちゃあるからな。だってフェスゲームもなんかめっちゃいるし。よし、これでね、ああそうだった、めんどくせえ、このレベル上げがあるんだ。他タイプをこうやってやれば、あ、ダブルキャラも邪魔だな。でもダブルキャラそんなにいないからかわいそうなんだよね。進化わかりづらいな、誰を強化しなきゃいけないとか。別にどうでもいいからマジで、全然好きでもないキャラを進化させようとしてるんで。あ、オーズいたな。あとそうだ、タツノをやんなきゃ。肩めっちゃ痛い。タツノコパラダイスやります。バギーが超進化できてないんだ。スカル全部調達してさ、でもフェスゲンをさ、いつもなんかやると後悔するんだよな。フェスゲンは7に入れるとさ、なんかいつも後悔してる気がする。今からタツノを探しです。結局これからもね、な、乱数が悪すぎる。単純にね、なんか本当は定期的に場所変えてたりしたので、絶対やっちゃいけないことしてた。本当は同じ場所でやり続けるのが一番効率いいのだから、最後までやり続けりゃよかった。ちょっとふざけてやってみたら、それが知名度でした。そもそもなんでさ、これ2倍やめたの。やっぱ運営って頭悪いのかな。タツノコとかさ、2倍やめたよね。できるじゃん別に。おお、よっしゃ、タツノオ3つゲット。これはでかい、これがでかいな、ほんとに。でも文句言ったらね、タツノオ2つくれた、あれでね、バギーで。結構な乱数引いたよ。乱数引くって何？引き当てた、俺の勝ち。そんなんで勝ちでいいんだ。あー痛い。まあディアマンテレベル上げします。106万か。なんか別に、あ、106万、これぐらいでいいかな。今レベル上げすると33万とかだからな、基本的に。少ないんでね、39万でいいんで。ホーミーズ1匹だけど、俺ホーミーズ全然持ってない。なんかよくわかんないシュリンプみたいなやついっぱい持ってるよさ。あれなんの？おもろいな、シュリンプいっぱい持ってて。わかりづらいな、進化キャラがさ。あと早く iPhone X をしっかり対応して、下までくっきり見させてほしい。それだけはさせてくれないんですよ、運営が。
まあめんどくさいからね、 iPhone X に対応しても。やっぱ Apple に振り回されたくないんだよね。対応してよ、意地悪しないでよ。待って、調達しに行きます。ちょっと待って、進化、こいつが何、まあこいつがこいつを使って、こいつがこいつを使って、でこいつは何を使う、お前もか、お前もペンギン使うのか。リトルオーズなんてそんなやったって意味もないけど、いいです、やっちゃいます。ちょっとね、地獄が始まる。さっき交換して、やっぱもう交換縛りでいいから、もう交換したくないんだよ。虚しくなる、交換すると。俺は絶対にやらねえ。もうこっからは、虹ペンギン出すまで。オートって使い、なんかさ、トレジャークルーズの運営ってやっぱ意地悪なんだよね。多分さ、なんか変なジジイみたいな考え方持ってるよね。なんか、このオート機能にしてもパーフェクトはならないとかさ。そこ細かく設定できたら面白かったりするのにさ。あとなんだろう、お助っ人、お助け船長に関してはレベルマックスのみとかさ。そうするとさ、トレジャーマップキャラがさ、使えないんで、お、来た。お、よし、引き当てた。さっきの500ポイントは何だったんだ。これでね、バギーがね、当ててくれればいいんですよ。あれ、ジャック欲しいなぁ。やっぱさ、経験値パー、お、当てましたね、1個だけ。でかいよ。で、あとバレットで、いやバレットマジで便利だ。強くね、バレット、めちゃくちゃ。どんなやつでも属性相性つけるってやっぱ魅力的だよな。いい能力だ。俺も良かった、バレット当たって。外れたらずっともう長身ができないもん、マジで。俺の映画の中っていうか、俺映画の中で一番面白いと思ってるから、スタンピードは。なんつうんだろうな、やっぱりその映画だけの完成度では言い表せないくらい面白いっていうか、その積み重ねたものだよね。まあ俺もそんな全然だったけど、それでもやっぱ面白かった。あと そろそろなんかもういろいろ面白いことやってほしいよね。なんかもう常時開催トレジャーマップってすごい、マップも普通より広いんだけど、そのボスがキャプテンジョンみたいな。でキャプテンジョンの効果もめっちゃめんどくさい。あの限界突破もすごい時間かかるんだけども、その代わりにすごい結構面白い効果っていうか、まあ面白いっていうかギャグ効果だよね。うん、船長効果でお宝追加確定で、経験値何倍何倍何倍みたいな。お金は5倍か、経験値は倍されないけどみたいな。お金は5倍くらいみたいな、ベリー5倍みたいな。ドロップ上限、1つの回数におけるドロップ上限1追加とかさ、そういう、そこまでなんか無料でやっぱ面白いことはやる気がないんだろうな、キャプテンジョン。でもワンピースが終わるらしいんで、あと5年で。本当になんか最初あの人、いやそんな終わるわけないでしょみたいなこと言ってたけど、まあそれはね、やっぱ話すってことによって、その晩までだって、小田さん行っちゃったみたいになってるから、ね、まああと5年で終わるって言うけど、いやでもいつもなんかね、あと5年で終わりますよって言ってるから、入りきらないと思うよ、やっぱり。別に終わんなくても、それでなんか5年の間できっちりやるのと違うんじゃないかな。むずいよ。何様俺。それもなんか勢いでロブスターめちゃくちゃ買っちゃってる。手持ち無沙汰で。一周だけでよかったのに。あとこの虹ロブスターさ、めちゃくちゃ買ったんだよ。バレットの決戦周回してる時めっちゃ買ったけど、マジでいらない。それ20匹くらい今いる。いらなすぎる。いろいろワンピース終わったらさ、小田先生とパンダマン出してほしいな。うん、
それは結構大事だと思うんだ。尾田先生とパンダマン出たらいいよね。パンダマンの1ミの攻撃力5.5倍、5.55倍。強そう。まだ進化させなきゃいけないキャラいるかもしれないけど、無視でいきます。まあ、リトルウォーズとかも進化できてよかったな。まあ、ここから全属性やっていくんですけど、はい、大変です。昨日はいっぱい超進化したな。もうなんか進化させること以外あんま今楽しくねえよ。ここからなんだ、進化というよりはまあレベル上げを後回ししてるみたいな。ガスティーノ持ってるよね。ブレンハイム、ブレンハイム持ってんだ。新キャラのこの、なんでこういう2人に限って、まあ2人ってまあみんなに分かんなくて、まあいいけど、ちゃんとしたさ、結構強めのガチャゲンキャラはさ、重いんだよね、あれが。進化の要求、進化の要求するさ、やつらが。重いな。でも2つだけか。ナミュールいた。うわー、きつい。条件厳しいな。サンジもか。ゾロもだ。うわ、ゾロはそっか。虹ロブスターいるのか。いいね。特攻。もうやること多いよ。でも、なんかトリクルには別にはまってない。俺トリクルもうね、課金してからまた熱中しようかなと思ってるけど、俺課金できるほどやっぱ当然のごとくお金がないので。お、ちょっとね、カイドウかっこいいので使います。カイドウ強いからね。カイドウやっぱやばいだろ。カイドウ。 あ、違う、割合ダメージか。びっくりした。その始まってすぐそんな強い攻撃したらおもろって思って。このさ、始まってすぐのやつでさ倒してほしいよね。割合ダメとそのダメージ両方やってほしいよ。いやー、カイドウ欲しいね。すごいいいキャラじゃん、カイドウ。 こいつ1匹だけであれクリアできるらしいですね、特訓の森ヒゲが。でも俺特訓の森さ、千の時代じゃないけど、なんだろう、黄金時代的なのもやってほしいな、あれ。っていうか特訓の森イーストブルーとかやってほしい。イーストブルーのさ、ボスがいっぱい出るみたいなって思ったけど、高でそれやってたか。 やってたわ、ごめんなさい。やってるんだよね、もう。フレンド申請すればよかった。もうやってた。特訓の森イーストブルーって結構豪華だな、そう考えると。なんか鷹の目の時だってさ、アーロンとか黒とかいっぱい出てるから。でもやっぱり4皇はあんま出ないよね。4皇キャラだけでさ、ゴールドロジャーとかいっぱい出してほしいな。なんか99回までやってほしいよね。いろんなキャラが出まくるみたいな。
でもさ、なんだかんだ言って特訓の森ってめちゃくちゃキャラ出るんだよね、あれ。ボスラッシュだよね、よくよく考えたら。それ面白いなって思ったらもうやってたわ。特訓の森はいいけどさ、やっぱお金もらえないからね。だから課金 しても意味ないじゃん別に。でもさすがにだからといってその接待しすぎると特訓の森はちょっとそれは違うんじゃないってなるじゃん。特訓の森でさ、そのガチャ新しいフェス限接待は良くないと思うの。まあ、そんなことやってるけどね、前々から。うん、変わんないけどさ。眠いけどやっちゃう。眠い。全然今日動画12本上げたわ、マジで意味わかんない。これも進化素材でパンパンになるな。パンパンやね。ちょっと後で数、これ一回やったら緑ロブスター、ろれつが回んねえ。眠くて喋んのやめます。もう喋るの今日はもう喋りすぎて疲れてんだ。うん、作業動画です。だって生放送すればいいけどさ。かゆい。ああ、やめてくれ。これがチャンスだ。ああ、間違えた。ああ、ドロップしなかった。乱数俺が変えてしまった。スタンピードのラストシーンのバレットも欲しいね。あれいつか実装してくれないかな。ラストシーンバレット。あの、キモい、キモいっていうかもう。全身武装色の、うわー、鉄。あれいいよね。キモいって言っちゃったけど、やっぱ、でもやっぱかっこいいよ。あれ、3体しかいないの。しょぼ。え、何個いるの素材。え、この時点で3体いるでしょ ?4 体。4体。5体。7体いるっぽい。7体必要ですね。ちょっと荒けてくるな、そこまで多いと。はい、ブロッケンジュニア。俺は適当に呼んでるだけです。あの、このシャーロット・オーブンのことブロッケンジュニアって。別に皆さん鵜呑みにしないでください。すごいな。獅子孫孫はね、クソザコなんで。でも灯籠流しが強いんだよね。進化前の方が強いって意味わからないよな。ゾロがガチャで当たった時はびっくりしたな。急に当たったもん。あれほど面白いことはなかった。あの日ほど泣いたこともない。まあ、それっぽいこと言ったけど多分違う。レイリーが言ったせよ。あの日ほど笑った日もないし、あの日ほどみたいなこと言ってなかったっけ。いや、バカにするのやめろ、名言を。敵が多いな、俺が放置しすぎたせいで。
敵じゃないけど、味方なのになんで敵になっちゃうんだ。量が多すぎる。さばききれない。ボビーも。ただとにかくタツノオがいる感じ。あ、でも結構レベルっていうか進化できるやつ多いな。なんか今日はすごいやりたい気分。あ、見えちゃってる。見えちゃってる。こっち進化させてよ。ダズボーネス。進化とかマジだ。 ロブスターがいなくなった瞬間、誰もレベル、進化、レベルって言っちゃうの、進化できなくなった。おもろ、おもろざわ、おもおも。ちょっと喋るのやめますね。危ないので、こういうこと言っちゃう。自分のね、そういう格みたいな、大事なものがなくなっちゃうから、こういうこと言っちゃうと。うわ、めちゃくちゃいいんだ、心属性。泣きそう。心が折れちゃう。もう怒涛、後半に怒涛4体、レベル、進化しなきゃいけないやつがいる。泣かずに来てる、俺を。で、血属性も結構多いんですよね。ああ、そもそもルフィがいるか。うわ、気持ち悪い。多すぎだよ。手加減してくれ、俺に。手加減ってこと、ああ、ローズロンドジジイ。ビスタのね。ビスタのジジイもいますよ。あ、そうだ、なんかドフラミンゴ渡ったんだ。なんか地属性ドフラミンゴ。ええー、ムカつく、こいつ。なんか黒ひげさ、タツノオを使うんだけど。なあ、贅沢言うなよ。タツノコで満足しとけ。あ、ゴリラもまだやってないんだ。じゃあ何から進化させようかな。ホルタ進化してるよね。あ、ペローナもまだだな。よくわかんない水着ペローナ。水ペロ。ちょっとね、気が狂いそうなのでやめます。一旦。見るのはやめ。っていうかもう下まで見たんだけど。別に、やめるも何もないよ。いてて、ケツいった。バカいて。そろそろまた2倍の次3倍やってほしいんだけど。もうさ、3倍やってくんね、運営。なんで意地悪するんだろう、運営は。運営ほど意地悪な人はいません。ドロップ率とか上がったかなって思ったら、さっき全然上がってねえし。2倍だと楽なんだよ。5個目だな、多分これ。次で6個目いけるか？いけなさそうだな。ああ、いけなかった。残念。あと、タツノオも死ぬほど取んなきゃいけない。落ちた。今5個、あと2個ですね。あれは。あれ。順位さんのツイート見て元気出たわ。猫ツイ。全然猫見てなかった。なんか鏡の反射でチンポ映ってないかなって。そのチンポが好きなわけじゃなくて、そういう事故起きないかなって思って。まあ俺が見た限りではない。でもちゃんと水滴の反射とか見りゃチンポ映ってるだろうな。
トレジャークルーズってやっぱおもれえわ。でもやっぱ今はキャラゲーの時代だね。トレクルもフェイトもアズールアズレーンアズールアズレーンだっけ、あとさアイドルのシンデレラガールズとかいろいろあるじゃん。それとカンコレだってそうでしょ。まあ、トレクルもそうだし、そもそもドッカンバトルもねキャラゲーじゃん。でもやっぱりそれが一番いいよね。だって手っ取り早く好きにさせるのはさ、もう好きな人がいるもんでやっちゃえばいいんだよ。でもワンピースもなんだかんだ言ってさ、何がすげえかってさ、まあ時期をずらして、フェイトとかと時期をずらしてるのかな、たまにちょっとだけ1位とかになったりするからね。うん、1位になるのってやっぱすごいと思う。でもフェイトってやっぱ稼げんだろうな。すごいね。大出世でね、単純にめちゃくちゃ可愛い絵を描いて、みんなを好きにさせるって感じじゃん。そうでしょ、多分。別にみんな最初からそういうのが好きなわけじゃなくて、あれ、めっちゃ可愛い絵みたいな。うまいなぁ、やり方が。エロい絵。おかしくなる。助けて。寝なきゃ。今日寝たっけ。このね、助っ人船長は一番下に来るんですよ。助っ人船長は、いや一番下じゃない、下から2番目に来るんで、登録順にしたらね、裏技を使います。でも助っ人船長クソ雑魚だから、早くちょっと次はレベルマックスにしてほしいな。でその次は能力解放、その次は、限界突破、その次は綿飴。あ、綿飴もう最後くらいにやってほしいな。ね。ああ。なんでみんなに見せないんだろう。見なくてもいいでしょ、別に。周回ゲーが嫌だっていうか、もうただ単純に、最近俺ね、なんか病気でね、なんか、あの赤い点々とか見ると、赤い点々っていうかね、通知ボタンとか通知が来てますみたいな、ね、赤い丸の中に1が入ってるやつとか見ると俺ね、それを消さずにはいられないんですよ。そういう病気だと思うんですけど、単純に中身が見たいという、ただそれを消したいみたいな。ムカつくんすよ。全部に通知が来てたらいいんですけど。全部のアプリが全部通知1だったら綺麗だけど、そんなことないからね。さっきも綿飴も収納したよ、ヤドカリに。あーやば、運悪いな。ゴミがマジで機嫌悪い。何が一番ムカつくかって、眠いんだよな。寝るわ。ごめんな、みんな。みんなの答えには、期待には答えられない。答えには期待られない。じゃあね。ああ。